五十嵐のキスするぞのとこですね。なんかあのまっすぐな目で言われたら、うん、うってなりますよね。心臓出ちゃいそう。はい、だから僕も結構そのシーン好きで、なんか番組の宣伝とかでなんか甘いセリフを言ってくださいみたいなあったんですけど、自分のセリフじゃないあの風獣の五十嵐のキスするぞっていうのを使わせていただいてました。おい、うん、はい、実は撮られていたという。撮られてましたね。すいません、うん、ちょっと悔しいな。それぐらいそんなホクちゃんがやったらやった方がかっこいいに決まってるもん。いやいやいや、それはね、拍手して今日初めての初日だったかな、初日のなんか屋上のシーンがあったんですけど、めちゃめちゃ晴れててすごく眩しかったです。あ、眩しかった、眩しかったね、うん、あの 目をこうちゃんと開けるのに必死でした、うん、はい。結構そういう苦労って実はありそうですよね、はい、多々ありそうですよね。意外なところで、うん、あの苦労してるっていう、うん、はい、みんな結構ね言ってたよね、眩しい、結構やばかった、眩しかった。しかも照明さんとか、ああなんかね、さらに F 版みたいな、うんうんうん、やってくれるんですよ、それがね、うん、直接こう目に入るんで、うん、そうそう、はい、そういう時って目を開けていられるコツみたいなのあるんですか。なんか太陽を目つぶってみるんですよね。目つぶってみて、で本番直前に開けるっていう、だったよね確か。そうなんですよ、なんか目が慣れるんだっけ、そう、光に、うんうんうん、らしいです。今あーちゃんが出たんですけど、あーちゃんを師匠って呼ぶじゃないですか。それは本当に俳優部がアドリブで言ってくれて、はい、そうですね、そうだ、はい、うん、そうと僕がなんかもう面白いことしようって、なんかこの映画もう面白いからもうやっちゃおうっていう感じで、もうじゃあ師匠って言おうっていろんなとこでって言って生まれた言葉だったんですよね、あの師匠は。そうだね、はい、皆さんから発生した言葉だったんですね、はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございますとかもね、優が言ってくれて、うん、そうなんです、何回かああいう絶叫シーンがあったのでなんかバリエーション考えてたわけじゃないんですけど、うん、もうその場で出たものでいいかと思ってでもあのありがとうございます最高でしたありがとうございます